皆さんこんにちは、インストラクターの大平です。今日もご覧くださってありがとうございます。そしてまた私のいつものようにルーティンスタートさせていただきました。ということで皆さん、いかが今日はお過ごしでしたでしょうか。私の方はですね、今日も、皆さんのおかげでこんなに元気でおります。いろんなね、毎日があると思うんですけれども、何もないっていうのが実は平和だったりするかもしれませんね。でもですね、いろんなことがありますけれども、体も心もハッピーで元気でいきましょう。ということで今日もご覧くださってありがとうございます。私たちはですね、寝ている時も生きていられるというのは、自律神経が、内臓を止めることなく働いてくれているから生きていられているんですよね。でこの自律神経なんですけれども、どうやら現代人は非常にアンバランスになっていると言われています。いろんなことがあると思います。ライフスタイルの乱れとかいろいろです。でこの自律神経なんですけれども、昼間は交感神経が優位になることによって元気にアクティブに行動できます。そして夜は副交感神経が優位になることによって、リラックスしてぐっすり眠りにつけるという風になっているんですけども、どうもですね、これがですね、アンバランスになっちゃって、夜にね、興奮していて、交感神経が優位になってなかなか寝れないとか、昼間は逆にですね、本当は交感神経優位でアクティブに動かなきゃいけないのに、副交感神経が優位になってなんかやる気モードが出なかったりとかってね、そういう風にアンバランスになっているようです。でそこでですね、私のこの動画を通じてですね、体を動かしましょう。体を動かす、運動することによってこの自律神経にもとてもいい影響があるんですね。はい、ということでまずは動いていきましょう。でちなみにですね、右の骨盤が妙にね歪んでいるときは、すごくですね、体が緊張しすぎているというふうに言われてますね。そういうときは交感神経が優位になっているんですよね。で逆に左側があまりにもですね、ちょっと歪んでいて開いていると、交感神経が優位になりすぎちゃって、これもですね、ちょっと鬱っぽかったり、体がむくみやすい、太りやすくなってたりとかするんですね。はい、ではですね、短時間でいろいろと動いていきたいと思います。はい、ではですね、ブル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 トントントンブル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 。はい、ではですね、まずは足踏みをしたいと思うんですが、短時間でいろいろと体を動かしていきたいと思います。はい、横振りしましょう。はい、ちょっとテンポ早いですけれどもね、一緒に動きましょう。はい、では肩を交互に動かします。タンタンタタタタンタンタタタタンタタ。はい、そしてブラ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 。さあ今日は短時間ですね、全身をいろいろと動かしていきたいと思います。ほぐして整えてきしめです。はい、そして軽くジャンプ、ジャンプがちょっと苦手だなという方はこのように膝の屈伸をしてください。はい、そしてツイストしましょう。はい、ではふっふっふっ、背中の肩甲骨を動かしますよ。はい、今度は横から引きます。さあなるべくですね、シンプルな動きで全身効き目がある動きばっかりです。はい、前から引きます。ほっ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 。はい、今度は横に引きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、交互にします。1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと後ろに引いて肩を気持ちよく動かしましょう。ほっほっほっ。はい、両手を背中を気持ちよく伸び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 。ちょっと早いですけどね、少し心肺機能も向上したいですから、テンポよくいきましょう。そして、若返りのホルモンが分泌されるようにですね、少し、リズミカルに動いていきます。ほっほっほっ。早いということはですね、瞬発系的な力も必要なので、それはですね、若返りのホルモンが分泌されます。さあ気持ちよく、はい、後ろに引きます。1、2、3、4、5、6、7、8。では骨盤を動かして骨盤調整、ウエストも引き締まります。体を上に引っ張るような感じで、はい、ぐるぐるぐる、反対です。ぐーぐーぐるぐるぐる。はい、そしてぐっと肩甲骨と骨盤の動きです。1、2、1。この時もですね、上にっていう意識を入れて、上に上に上に、はい、肩回しを入れて1、2、3、4、5、6、7、8、回します。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、片側だけ気持ちよく動かしましょう。ふうふう。はい、交互にします。1、2、3、4、5、6、7、8、後ろ、1、2、3、
さあ、だいぶここまでで肩もほぐれてきたと思います。はい、片側さっきと逆です。2、3、4、5、6、7、8、はい、交互に1、2、3、4、5、6、7、8、後ろ1、2、3、4、5、6、7、8、背中をいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、前からいきます。1、2、腕もウエストも引き締まりながら背中や肩がすっきりしてきたと思います。はい、回線1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ少し足を開きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、1、2、3、4、5、6、はい、蹴ります。はい、1、2、3、4、5、6、これに手をつけましょう。はい、1、2、3、4、5、6、今度は前に足を上げますね。はい、1、2、3、この前の時はお尻を前に押し出す感じ。はい、後ろ1、2、3、4、5、6、7、8、前へです。前はですね、お尻を前に押し出す感じでいきましょう。はい、もう一回いきますね。1、2、ヒップアップになり足も引き締まります。はい、もう一回前ですね。1、2、3、4、5、6、はい、このままツイストしましょう。はい、1、2、3、キュッとウエストをキュッと絞り出します。はい、そしてマイペースで回転しましょう。はい、お腹をしっかり、はい、ではね、ジャンプしましょう。回します。さあ、そしてグッと伸びて、ここはしっかりお腹で支えましょう。そして横です。体幹を強化します。ちょっときつい方はですね、足を置いてください。はい、反対です。体を揉む力をつけたいので横です。ちょっときつい方は膝をついてください。はい、そしてお腹をしっかりしたら、このままですね、ちょっと試しに片足、はい、反対です。もう一回やります。そしてチャレンジできそうでしたら片手です。お、どうでしょう。反対です。お、はい、そして足をババッと前、下ろします。ふー、はい、後ろへ、もう一度前へ。そして起こせたら体を起こしてみますね。さらには手を持ち上げたら、うわっ、ふー、ぐる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 、はい、そして足を入れ替えます。まっすぐですね、まっすぐ前に、そして体を起こせたら起こします。一度バックしてまっすぐ、そしてもう一度、ふー、はい、伸び入れたらグッと上です。そしてここからは足を前、さあ、じゃあですね、お尻をぐーっと持ち上げましょう。わー、はい、下ろします。もう一度繰り返します。ゆー、はーい、あと一回やりましょう。そしてよかったら伸ばしましょう。今ぐーっと持ち上げますね。ちょっと試せれたら片足です。わー、どうでしょう。そしてこのままですね、ベタベタベタで足をブラ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 、よかったらですね、持ち上げましょう。わー、首が肩、背中を気持ちよくです。さあ、ペタペタと下ろします。さあ、ここはですね、お腹と足を頑張りましょう。はい、足を遠くに1、2、皆さん頑張りましょう。さあ、足を遠くに4、お腹と足引き締めです。5、はい、6、7、8、頑張りましょう。9、10、腰痛も緩和で、ウエストを引き締め、横ツイストします。1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、どうでしたでしょうか。ふわーっと手を動かして、もう一回、そして逆側、肩と背中を気持ちよくです。
さあ、そしてなるべくかかとをお尻に近いところ、向こうにという気持ちで持ち上げます。よかったらブリッジ。はい、そしてブラ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 。さあ、じゃあ皆さん起き上がっていきましょう。はい、さあいかがでしたでしょうか。非常に短時間ですけれども、体もほぐれて燃焼、脂肪も燃焼して伸ばして引き締まりました。はあ、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日のはですね、短時間で効率よくバランスもよく動きました。一度はちょっと物足りないという方は何度か、リピートして繰り返してみてください。皆さん今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。いつもご覧いただいているおかげでこのように動画を配信することができてありがたいです。体も心も元気で、さらにさらにますますハッピーでいきましょう。ね、エネルギーを、気持ちいいエネルギーを共有できてありがたいです。皆さんありがとうございました。また明日もどうぞよろしくお願いします。おはようでした。